皆さんこんにちは。今日はですね、先日鉄道 YouTuber のこの最大手トップのですね、スーツさん、それからそれに続いてですね、この新規にこの鉄道 YouTuber としてこう参入してこられたね、失敗小僧さんという方がね、この炎上ネタに関するその動画をこう立て続けに、ね、出されていたんで、で、私もね、これにちょっとね、便乗をしてですね、この小判ザメニカニカ作戦ということでね、ヨーロッパ編のね、このこれをやったら鉄道 YouTuber 大炎上、炎上で、終了間違いなしというね、そういうネタをちょっと考えてみたんで、これをご紹介したいと思います。で、こちらですね、6項目ありますよ。これちょっと見えないかな。6項目なんですけど、これ1番ね、これ1番目はね、これ普通に犯罪なので、これまあ絶対、これ全部まあやっちゃいけないです。やっちゃいけないんだけど。で、特にこの1番はね、普通に犯罪なんですけど、ただこれね、時々やってる人を見かけますね。ただそれもちろん YouTuber じゃなくて、一般の乗客ということですが、このね、切符もお金も持たずに特急に乗車ってやつですね。で、切符も、お金も持たずに、列車に乗れるのかってことなんですけれど、そのヨーロッパの鉄道、まあ、チェコに限らずヨーロッパの鉄道は大体どこでもね、改札口というのは存在しないんですね。で、行動、普通の道路から、プラットフォーム、そして列車の中までね、フリーパスで、行くことができるというふうになっています。ですから、これ物理的には十分可能なわけですね。で、ね、実際例えば駅でね、切符買う時間がなくて、そのまま列車に乗ってしまうということはあるわけですね。で、あった場合、そのまますぐに車掌さんに行ってですね、車内で切符を買えば、まあ、チェコ鉄道のケースですとね、200円程度の車内発券手数料というのはかかりますけれど、まあ、特にね、問題にはならない。ただ、それはそのお金を持っていればの話なんですね。で、これ切符、電車乗ったけど切符もないし、お金もないなんてことになりますと、これは警察沙汰になります。普通に警察沙汰になる。で、次の停車駅までね、同行してもらって、で、そのホームで警察官が待っていると。このようなことになりますと、これ絶対にやってはいけませんね。やってはダメ。で、ただね、なんでじゃあこれこんなとこに、普通の犯罪なのにあげたのかって言いますと、これ、実際一回、まあ、何回かこういうケースで私は遭遇してるんですけど、まあ、自分がやったんじゃなくてね、その他の人がやって、捕まってるところを目撃してるんですけど、一回ね、ものすごいケースがありまして、これね、急行列車だったんですけどね、で、そのプラハから、ご出発して30分ぐらい、まあ、無停車なんですけれど、で、その時ね、まあ、最初からそこに居合わせなかったね、どういういきさつでそうなったのかちょっとよくわかんないんですけどね、その車掌さんがね、もう怒り心頭に発してね、その列車をですね、その急行をその普通の、ローカル駅、通過予定の駅のところにですね、運転手さんに連絡して、強引に止めてですね、で、そこでドア開けて、お前すぐ降りろ、ここでなんつってね、もう本当襟首をつかまんばかりにね、この乗客、この切符もお金を持ってない乗客を追い出してるっていうね、そういうシーンを一回目撃したことがあるんですよ。これ偉いことするなと思ってね。まあ、車掌さん、そんな、権限があるのか、列車、急行の停車駅をね、停車駅じゃないところにこう止めて、乗客を追い出すなんて、ものすごいことやるなと思ったね。まあ、そういうことが、一回目撃したことあるということでね。まあ、ここにネタに加えさせていただきました。で、まあ、これやったらどうなるかなんていうことをですね、YouTube に、じゃなくて、こう動画に撮影して、公開なんかしたらね、これ間違いなく大炎上ということで、まあ、偉いことになるということですね。で、これ2番ですね。2番はこれ食堂車のネタなんですけどね。これブダペスト発ハンブルグ行きっていう特急列車があります。で、これまあ地図ちょっとご覧に入れますけど、こちらです。このブダペストはですね、朝7時40分に出発して、ハンガリーですね。で、そこからスロバキア、チェコを通って、ドイツのハンブルグに、21時36分着ということで、約14時間ですね。で、距離がですね、調べてみたら1291キロあります。で、これが、まあ、多分ヨーロッパの中で最長距離の部類に入る特急列車です。でね、この列車にはね、ハンガリーのこれ車両を使っている特急なんですけど、で、これ食堂車ついてるんですよね。で、この食堂車に行ってですね、もう始発駅から座って、で、これ結構上等なこうメニューがついてるんですね。で、それをこう開けてですね、で、上から一つ順にね、じゃあこれをお願いしまして、まあそれが運ばれたらそれをまあ飲んで食べて、で、次じゃあこれをお願いしますと。で、それをずっとですね、この始発から終点までもう繰り返すと。で、これは別に犯罪でも何でもないんですけど、これやってまあ、かなりきついと思いますけど、現実ではね、もう十何時間ですからね。で、その食堂車の係がどういう顔をするかって、まあこれまあ面白そうですけど、
まあね、これ、まあ、炎上はしないかもしれないですけどね、まあ、かなり結構きついネタだとは思います。で、そういうことですね。で、食堂車。これ結構、まあ、長い距離走る食堂車なので。で、おそらくね、このブダペストハンブルク間っていうのは、正確に調べたわけじゃないんですけれど、その高速鉄道ね、いわゆるその300キロ前後で走る列車を除いては、その在来線の特急としてはね、そのヨーロッパ、その昼間の特急ね、夜行は除いてですね、昼間の特急としてはおそらく最長距離の部類に入るんだろうと思いますね。で、昔ね、日本では特急白鳥とかありましたけどね、青森から大阪まで12時間ぐらいかけてロングランとかね。まあ、それなくなっちゃいましたけど、それヨーロッパではね、まあこういうのが走ってて、まあ、そういう食堂車に行ってね、まあ、そういうことをやるとか。まあ、そういうのも、まあ、これは、あんまり、まあ、まあ、でも炎上するかもしれないですね。で、次ですけど、この三つ目ね、このビザを持たずにモスクワ行きに乗車ってやつですね。で、これはね、かなり危険でね、どうなるかちょっとよくわかんないということですけど、要するにこのモスクワ行きの列車って走ってるんですよ、寝台特急ね。で、これは当然ね、チェコを出発して、ポーランド、そしてベラルーシ、ロシアと、その4カ国にまたがって走るんですが、ベラルーシとロシアはね、このビザがいるわけですよね。入国するのに、ビザっていうのはパスポートだけじゃ入れなくて、そのビザというのを取っていかないといけないですね。で、それを持たずにですね、この列車に乗るというのは、そうすると当然そのポーランドとベラルーシの国境でね、その入国できなくて、まあ、どうなるんだろうということですね。で、ベラルーシ側で多分拘束されて、送り返されるということになると思うんですけど。で、これもね、実は一回だけで目撃したことがありましてね。で、これもだいぶ前の話で、2003年だったかな。2003年ですね。で、そのプラハからモスクワ行きの列車が乗車して、三段寝台のね、三人用のコンパートメントだったんですね。で、私の他にあと二人ね、チェコ人のその男性に乗ってたんですよ。で、ね、その二人はね、そのロシアのビザは持ってたんだけど、この途中通過するね、ベラルーシのビザね、これを持ってなかったんですよね。でね、これどうなるんだろうと思って、全然ベラルーシの国境でやっぱりその降ろされちゃって、でね、ただそのベラルーシの、ポーランドとベラルーシって、線路の幅が違うんですよね。ベラルーシは旧ソ連、ソビエト連邦ですので、1524ミリですから、で、ポーランドのこの西側の1435ミリと違ってるんで、台車を交換するんですよね。で、台車を交換するためにね、3時間ぐらいその駅に、ポーランドじゃなくてベラルーシ側の駅でね、停車するわけですね。で、その停車している間にね、まあどういうふうにしたのかちょっとまあ後で聞かなかったんですけどね、お金払ったのかなんかわかりませんが、最終的にその出発するときには帰ってきましてね、で、帰ってきて、まあ、なんとか一緒にこう乗って、行くことができたんですけれど。まあ、これもしね、まあ、その彼らはね、ロシアのビザを持つんですね。ロシアのがあって、ベラルーシがないっていうケースで、その通過、ベラルーシのトランジットビザね、通過ビザを持ってないっていうケース。で、これもしね、これロシアのビザも何も持ってなかったら、これ絶対ね、そこで降ろされて、そう、強制送還ってことになりますね。まあ、そう、まあ、そういうことをやってね、やるとは、まあ、炎上しますよね。はい。で、その次ですけど、この4つ目ですね。寝台車の洗面台で体を洗うってやつですね。で、このチェコのこの寝台車、コンパートメント式になってまして、で、まあ、寝台の種類にもよるんですけど、その室内に洗面台がついてるわけですよね。で、こちらがその洗面台の写真なんですけれど、これ普通の蛇口のようなのがついてます。まあ、いろんなタイプあるんですけどね。で、これそのうちの一つで、普通の蛇口のようになってますけど、これ蛇口だけ開けても水は出なくてですね、この右側の壁についている緑色の小さいボタンね、これを押して蛇口を開けると水が出ます。で、10秒ぐらい経つとね、自動的に止まるようになってます。で、もう一度その緑のボタンを押すとまた10秒出ると。で、これ流しっぱなしにするとね、タンクの水空になって、それでもう終わりですからね、時間が来たら止まるという、そのような方式になっています。で、シャワーがね、ついてるやつも最近増えてきてるんですけれど、で、シャワーはもちろんそのコンパートメントの中にあるそのデラックスタイプもありますし、その車両のコンパートメントの外にね、共同のシャワーがついてるってケースもあるわけですね。で、まあそういうとこ使えばいいんだけど、それをですね、洗面台で体を洗ってね、で、こんなことやってね、動画撮って投稿なんかしたら絶対ね、炎上する。で、ただこれはね、実際にやってる人も、私は目撃したことも、その場面に遭遇したことないんですけれど、で、昔ね、私このヨーロッパのチェコからね、そのポーランドとかハンガリーとか、その辺に行く寝台列車のね、乗務員の仕事やったことあるんですよね。で、その同僚から聞いたんですけれど、たまにね、これやる人いるらしいんですよ。その洗面所でか。まあ、どういういきさつか、まあよくわからないんだけど、まあいずれにしろその終点について、コンパートメント、寝台室を片付けてみると、床がびちゃびちゃに濡れてるっていうね。
で、どうもね、そこでなんかシャワー代わりに使ってるんじゃないかって、ね、みんなそういう風に言ってましたね。まあでもそれは非常に迷惑なんで、これ絶対やっちゃダメですよ。こんなことやると。場合によってはね、それ床がこう濡れて、絨毯交換とかいうことになると、これ、損壊賠償請求とかいうこと、可能性ありますんでね。まあ絶対やっちゃいけませんね。まあね、YouTube なんかやけたらこれ炎上間違いなしということですね。はい。で、次のケースですけど、この、ニンニクを大量に食べてね、コンパートメントに乗車とかいう、ね、これもですね。で、これヨーロッパの列車っていうのは、この座席、昼間の座席車でもですね、普通のこの日本のような、オープン式のこう、開放型の座席以外にね、部屋になってるコンパートメントというね、こう、6人とか8人掛けの部屋になってる列車っていうのは結構あるんですよね。で、古い車両だとこう窓が開くんですけれど、新しい新型のやつ、冷房がついてるやつだと窓も開かないんですよ。だからこうコンパートメント入ってドア閉めちゃうともう閉め切りで、そのもう密室状態で、そういうところですよ。こういう状態だとね、ニンニクなんか大量に食べてると、えらいことになるということですね。まあ、これをね、やってその他の乗客の、リアクションがどうなるかなんて YouTube に投稿なんかしたら、もうこれは絶対ね、炎上間違いなしですね。まあ、やらない方がいいと思いますね。で、最後ですね、この6番ね、そのレオエクスプレスのプレミアクラスで、フリードリンクを飲みまくって品切れにするというね。で、このレオエクスプレスっていうのはね、チェコにある会社、鉄道会社ですね。まあ、これ略して LE とか言いましたけど、レオエクスプレスの略ですね。で、これはですね、三等級制になってまして、エコノミー、ビジネス、そしてプレミアムというやつですね。プレミアムですね。で、このプレミアムクラスに乗ると、これは日本の新幹線のグランクラスみたいな感じでね、食事が出て、あとそのフリードリンクがあるんですね。その飲み物は飲み放題ということになってるわけですよ。で、そこに行ってですね、その飲み物をガンガン飲んで、で、全部飲んでしまうとね、まあそういうことをやるとどうなるかなんていうことね。まあ、これもね、大迷惑行為ですので、まあやると、まあ返事を間違いなしということね。ということですね。で、まあ、ヨーロッパ、まあ、このあたりはね、日本でも結構考えられるのかなと。あと、残りのやつはね、こう、ヨーロッパならではの、まあ、話かなというふうに思って、まあ、ちょっとね、この動画に出してみました。でね、ここに書かなかったんですけど、この寝台車ね、まあ、寝台車もそうだし、このコンパートメントもそうなんですけどね、車内に非常用の停止ブレーキがついてるんですよね。で、コンパートメントのこのドアの上のところですね。ドアこうガラッと開けて、客室に入った、その上のところにね、赤色の大体鉄のレバーのコツで、それ引っ張ると、車両が火事になったりとかした時にね、それ引くと列車が緊急停車するってやつね。でね、これ案外ね、日本とかね、この東アジアのその列車はですね、こういうのがあんまりついてない。まあ日本なんかだと、まあそのレバーがこう取っ手がこうついて引っ張ると止まるんですよ。ないですからね。これを知らなかったら結構ね、間違って引いちゃったりするんじゃないか。でまあもちろんそこは書いてはあるんですけどね。その英語その他、4カ国語ぐらいで、これは緊急ブレーキだから、通常の時に使うと罰金取られますよってこと書いてあるんですけどね。で、これたまにね、やっぱりその知らなくてね、間違って引いちゃう人いるんですよ。で、私がね、寝台車乗務してた時の、ハンガリーからそのプラハに帰ってくるでしたね。ブダペストからプラハの夜行でしたよ。それでその引いたやつがいてね。まあ大変でしたね。で、まだハンガリー走ってる時だったんですけど、で、私のその乗ってる車両、自分の私の担当してる車両のお客さんだったんですよね。でね、やっぱアジアの人でそれ知らなかったらしくてね、なんとなくこう引いちゃって、列車止まっちゃってね。で、車掌さんすぐ探してきてね。で、まあ、でも結局ね、罰金取られたりしなかったらしいですけどね。まあそういうことは、まああれは別に故意でやったわけじゃないと思いますけど、まあそういうことをね、故意にやると、これも犯罪になって、罰金を徴収されると、通常はそのような、このことになっていきますので、まあこれも絶対にやってはいけない。そういうことをやるとですね、もうチャンネルが、吹っ飛んでしまうという、そのようなネタになっています。ということでね、本日、この大炎上注意ということでですね、ヨーロッパ編の、この、鉄道 YouTuber、大炎上ネタというのをね、絶対にやってはいけない。これ全部やっちゃダメですよ、本当にね。こんなことやると、ろくでもないこと。まあ、この2番ぐらいはね、やってもいいかもしれませんけどね。他のものはね、本当にこれ、特に犯罪になるような、こういうのありますからね。まあ、で、日本と違って、そのね、列車までその改札ないんでね、通れてしまいますからね、これ非常に危険ということでね。で、まあ、そう、ついでですけどね、この、通常の鉄道はそうやって車内で切符買えるんですけど、地下鉄とかそういうのはね、車内検察抜き打ちのやつがあるんですね。やっぱり改札なくて、こう、トラムとかバスもね、切符なしで乗れるように見えるんだけど、乗って、その抜き打ち検察に見つかると、これ、ものすごい高額な罰金を取られますので、それは注意が必要ということです。じゃあ皆様どうもご視聴ありがとうございました。